見にくいと火の鳥でしたね。ということでこんにちは、山井と申します。今日はねどこに行ってるかというと、三重県桑名市の東方っていうところへ、あれ東方でよかったですね、東方って書いてね、町があるんですけど、桑名駅からそんなに離れてません。っていうのもこれね、あの桑名駅の北のちょうど踏切のあたりなんですよ。これが JR ね、ちょっと変則的であれなんですよ。奥深くが JR で、手前があれ、あの養老鉄道で、上を近鉄が走ってますよというところなんですよ。ちょっと今回はね、規約説明をする前に、向こうのね、四日市行きの普通列車が入ってきましたけど、ちょっとね、面白い踏切がね、ここにあるんでね、それをね、説明しとこうと思います。まあ、ちらりと映っちゃったかもしれません。それがここなんですよね。一応踏み切ってるんで踏み切りと呼んで問題ないと思うんですけど、実はこの東方のこの、高架があったり、このあるところのね、下にね、こんな踏み切りがあるんですよ。何かがおかしいって、まあ、あの鉄道に乗る人じゃなくても分かりません。あ、養老鉄道がやってきましたけどね。鍵はね、あの養老鉄道にあるんですけどね、実はここもそうして、普通踏切のね、この踏切棒って言ったら車を塞ぐじゃないですか、こっち側を塞ぐじゃないですか。ですけどここはね、こんな感じで電車側が塞がれてるのがありました。これ何なんやって話なんですけど、よっしゃ、それはね、あの養老鉄道に鍵があります。あの養老鉄道はね、機関が JR と一緒の機関ですけど、あれなんですよね、もともとは近鉄、あの丸運色でも分かる通り近鉄の、電車でございました。近鉄、養老線というね、会社でした。その兼ね合いで、あの機関が違うんですけど、検査とかはね、全部ね、近鉄の塩浜で確かね、行うはずなんですよね、というのもところなんですけど、ところがこの近鉄の塩浜の駅っていうのが、まあこの標準機、これがね、ちょうど標準機ですけど、標準機の幅になっております。そうすると、そのまま、実は養老鉄道は標機なんでね、そのまま行けんやないかということで、じゃあどうするかっていうと、なんとね、検車の時にね、なんか車検をしたりするときは、この奥に工場があって、どこまで入っていいかな、そこまでいいのかな。そこにね、実は工場があって、そこであの台車を履き替えて、それでこっちから電車を送り込むっていうようなことをやったりするらしいです。ですから機関の違うところを走るように、そういうふうにするっていうね、やつがあったりするんですよ、という小ネタからスタートをしまして、さあ今日はね、何をやるかって言ったら、まあ小ネタは小ネタなんですけどね、まあ、今日ね、ちょっとね、用事がございまして、よいしょ、あ、ここ津田学園やったんや、幼稚園の近くなんで、あんまカメラ持ちながら動くのもあれかもしれませんけど、ですね、今日はね、どこに行くかというとね、一宮に行きます。はい、今からね、愛知県のね、一宮に行きたいなと思っております。まあちょっと用事があってね、まあもともとね、あの近いうちに行こうと思っとったら、緊急事態宣言やるどうのこうのになってね、なかなか愛知県に足を踏み込むってなかったんで、なんかまた出るかもしれんって言ってるね、このね、合間を縫ってですね、撮影日が7月の10日でございますけど、行ったるやないかというわけでございますね。んで、まあなんで桑名からなんかって言ったら、まあ単純にあのちょっと午前中に別の用事があった兼ね合いで、今桑名の近くやったんで、ね、四日市に戻ってから、あれするよりも桑名から乗った方のが運賃とかも安いし、じゃあもう桑名から乗ろうというような、算段でございますよと。駐車場はね、ちょっと安いのかな、今止めたところ400円のところがあったんで止めましたけどね、12時間で400円、まあ今から12時間あったら撮影も終わるでしょうから、
意外とこの辺り最大料金がなかったりとかね、面白いですね。土曜日だけ最大料金がないんだこととか、ね、で日曜日と日曜日から金曜日は600円っていうかね、まあでもね、まあ行くわなってやってね、食わないけどまあまあですか、まあまあそれなりにお値段はするのかなという感じですね。まあでも近鉄の四日市の駅前と比べると安いですけどね、 JR でもそうか、 JR の四日市の駅前って今800円ぐらいしますから、それと比べてもちょっと安いかな。まあちょっと離れですんでね、これが小穴のスイミングスクールね、これはあの小穴の駅前からよく見えるところだから、もうこれで大体この辺りに乗ったことがある人だったらわかるかな。もうここから小穴駅はそんなに遠くないですからね。よし、いやしかし今日もいい天気ですね。私が行こうとしてるのはあくまでも一宮市ですからね、そう一宮市に行こうとしています。何を言ってるんだってね思うかもしれませんけど、まあタイトルでもうあれかな、あれになってるのかもしれませんけど、さあどうしようかな。今日に関してはで一宮に行くんだったら単純にコスパのことを考えたら JR で行ったらいいのちゃうのってなるところかもしれませんけど、まあそれはそうなんです、 JR で行った方が安いですなんですけどね、一つねちょっと裏があって、あのね要は前もちらっと行ったことあると思うんですけど、あの名古屋駅、あの桑名駅から投資で買うよりも、あの桑名から名古屋までで一回降りて、で名古屋からもう一回乗り直した方のが安いんですよね。そうですので、それやったらぶっちゃけ近鉄を使ってもそこまで痛手ではないというのもあるんで、来て早いのに乗ってもいいのかなという気もするわけでございます。ただ近鉄だと混んでるかなというのはありますけどね、まあ、JR だったら2両なんでね、そこまで混んでないかなと、普通2両編成の方が混むんちゃうかと思いますけどね。東駅始発もまあまあありますからね、桑名からだと。さあということで西口の方ですけどね、まあ、どんどん絶賛大再開発中ですよね、どん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 これ店とか住宅とか増えるんでしょうね。もともとそんなにないもないところですからね、駅西は分断されてましたからね。分断って言っても JR からも東口からも出れたんで、そこまでの分断ではなかったんですけど、ああしかし蒸し暑いわ、とりあえず桑名から待ってあるかな。今近鉄も出てったところですからね、乗っていこうと思います。そう意外と駅西の方がやあの駐車場安いのは安いんですけど、ただねもうどこもやっぱ満車ですね。そんなにまだ量がないですからね、これから駐車場もちょっと増えそうかなっていう感じはありますけどね。ですねちょっと離れたところまでここら辺止めようと思ったんですけどね、実はもう満車やったんでっていうオチです。でもこういうね送迎の用のところとかもしっかりしてますし、いいですよね。よいしょ、いやほんと桑名いい街になってます。どんどんなんかいい感じになっとるなっていう感じがしますよね。将来イメージはこんなんなんだ西口。こんな感じなんですね。結構ロータリーもしっかりとできてなる感じなんですね。さあで上りはエスカレーターありますからね、エスカレーターも最新ですからね、いいな。ちょっと涼しい。多分ここからどんどん開発が進んでいくんでしょうね。もともと名古屋のフェットダウンとしては本当に有能ですからね。まあもう桑名駅の説明は深くするまでもないですからね。毎日一応チャンネルでもやってますし、今日は JR で行きましょうかね。はい、こっちね気をつけます。とりあえずここに自販機ある意味は何なんだと、不思議だ。で使用料金だけ見ておきましょうか。
表情筋だけ見ときましょうか。こんな感じでね、いようないですからね。いくら私でもね、もう一年やってたらだって住んでたぐらいですからね。わかりますよ。そんなね、バカみたいな、愚かな過ちは犯しませんよ。さあ、じゃあ早速入っていきましょう。よし。で、名古屋方面、こっちで。さて、桑田ホームにやってきましたけど、今12時半ってことなんで、もうすぐね、38分の、そうですね、38分の快速目がやってくるかなってくるくらいでね、じゃあもうこれに乗ってきましょう。よし。で、待ち合い室あったりしてね。あ、ほんと、出来たてなんて綺麗ですよね。名古屋行きです。この列車は利用編成です。次は名古屋です。ありがたいですよね。名古屋までノンストップですからね。よし、まもなく2番線に快速2列10号名古屋行きが到着します。黄色い電池ブロックの内側までお下がりください。この列車は2両編成です。乗り換えてもいいんですけど、今回はね、はい、これ一回出た方がね、安いよってことなんでね、置いててみようと思いますよ。さてと、北口の方から出たんでね、まあこっちの方が若干空いてますけどね、新幹線もこんな混んでないですね。まあ EX 予約が広がったっていうのもあると思いますけどね。さて、そう、こっちに来たのにはね、わけがありましてですね、あ、こっちには料金表がねえや、まあ、こんな感じでね、東海道線ありますけど、そうそう、一宮にね、行こうとしましたよね。で、あったあったあった、一宮ね、
ってことで、これ、一宮まで変更してみようか。ね。あれ、なんか値段が上がってるような気がしてて、こんなこと言っちゃダメなんですね。そうで、今回はね、もう一つ得意なのがこれ。片道1520円なんですけどね、なんかね、こっちの方行くにはね、往復するとすっごいお得になるバルラスですよ。ちなみに新種ね、これもちょっと覚えておきましょう。1690円ですよね。そう、新種まで片道1690円、これがね、普通にじゃあね、切符を買って行ったらいいんですけど、裏技がありまして、これをね、ちょっとこっちに行くんですね。新幹線の切符売り場に来るんですよ。そうしてお得な切符っていうのをしてみると、あ、こちら豊橋の往復切符で、これね、新市と本流しの往復っていうのがあるんです。それを押すと、これね、三河ね、一宮から、ね、一宮までやね、本流しの間で使いまして、なんとね、1680円さあ、ということで買ってきましたよ。ちょっと熱害で調子が悪いですけど、こんな感じでね、名古屋市内から新潮ゾーンに行く往復切符ってのがあるんですよ。こんな感じでね、こっちが行きで帰りでなんですけど、これね、重要なのはお値段でして、これ1680円なんですよね。これは往復で1680円なんですよね。で、これが使える区間っていうのが、他の切符が使えるのがこの三河一宮から先ってことらしいですよ。1520円になってますけど、もうこっちでしたら新潮列車1690円ですよ。ですから極端な話、新潮に行くんやったら、実は片道だと1690円ですけど、往復のこの割引切符を買うと1680円なんで、往復料金も安い、ありえない安さになってですね、50%オフ、すごいですよ。これはね、引きすぎです。ですから、あの、あれですよ、10円引きじゃないですか、あの片道10円引きじゃなくて、ですから片道あたりですから、これ840円、1690円が840円になったんですか。えぐいですよね、これはえぐいぞってことでね、一回使ってみたかったんですよね。で、先ほどね、一宮に行きますからね、あ、これだったら一宮も、ですからね、その 50%オフじゃないですか、でも 48%オフくらいですよね。ベランボー見やすいということです。これはね、ちょっと使わんではないやろうってことでね、使っていこうと思いますよ。でね、早速ね、使っていこうと思います。まずはこの行きの切符でね、対策をくぐっていきましょう。で、こんな感じでね、で、これはね、ですから豊橋方面に行けばいいみたいなんで、こっちから登っていきましょうね。あれ、こっち方面、一宮ってこっちだと、あ、でもね、一宮こっちってなってますからね、間違いないんでしょう。はいはい、だって一宮に住んでた人間ですからね、そんなね、一宮間違えることがありません。で、ね、桑名駅でね、改札のところでね、見ましたよね、一宮ね、一つしかなかったですから、じゃあ、あの一宮で間違いないでしょう。うん、ね、いやいやいや、楽しい旅になりそうですね。そうそう、一宮駅ってなかったらね、間違いないですけど、 JR は一宮駅じゃないんですよね。あのね、名鉄だとたまに一宮行きの急行とかが走ってますんで、それになったらね、間違いようがないんですけど、まあ、今回のこの切符なんで、 JR もこんな安い切符をね、出してますから、片道840円ですよ、ね、すごいですよね。1500いくらのがそうなるんですから、これはね、ありがたく使わせてもらいましょうよ。なんかあれ、終わり、あれ、一宮ってなんか片道300円ぐらいできたような記憶もないわけではないですよね。いやいやいや、間違えるはずありません、そんな間違えるはずありませんからね、一宮は一つのはずですからね。
橋までやってきましたよ。ここからね、飯田線に乗り換えたらいいみたいですよ。いや、前はなんか清宮まで一本できたような気がしましたけど、気のせいですかね。まあまあ、ね、値段も忘れてましたからね。まあそういうこともあるでしょう。まあ、それにしても広い駅ですよね、豊橋駅。なんかいろいろ入ってるんですね。あ、久保屋さんとかも入ってんだ。で、豊橋鉄道はね、改札出て、乗り換えなんですけど、こちらに行く方面はね、そのまんまこっちから飯田線でね、行けるみたいですよ。42分トイレ行く時間もあるな。まだちょっと時間もあるみたいなんで、ちらっとね、豊橋駅の構内ね、やっぱ広いですよね。こんな感じで8番線までありますからね。で、フードテラスなんかもあって、あ、中で食券でこう食べるところとかもあるんですね。すごいですね。で、この奥行くとまだまだありますからね、まあ、新幹線伸びた場がこの奥にあるっていうね、すごいですね。12番線とかまでありますもんね。すごいですね。じゃあ ATM も2つある。すごいな。12分やからちょっと今から飯を食べるにはちょっと時間が足りないかな。で、あそこなんかも駅中ですね。豊橋名物もいろいろ売ってるし、知立の大和餅なんかも売ってますもんね。便利じゃないですか。いや、久しぶりに豊橋来たというか、駅は本当に学生時代来て以来ぐらいですからね。で、これを置いておくと、飯田線と名鉄線がね、そう、こっちっていうのがね、それもまた特徴的ですよね。そう。で、豊橋鉄道はまた別でね、市内線が走っておったりするわけですけど、やっぱり豊橋駅の最大の特徴はこれですよね。そう。で、1番線、2番線がね、飯田線なんですけど、まるで JR の一線のようにこっそり名鉄線っていうのが書いてありますよね。そう、何を書くと名古屋鉄道名鉄はこっから出るんですよね。岡谷でいいのかな。岡谷よ。あ、せっかくですけど名鉄線をここにこっそりと道内でニュースキット売り場とかあるよっていうことですね。で、ちなみに名鉄で一宮まで行こうと思うと、こっからいくらかかるのか書いてあった。名鉄一宮まで1400円ですからね、片道でですもんね。おー、なるほどなるほど。いや、やっぱこれあれですね、使う価値が十分あるんじゃないかってことですね。うん、なんか書いてある位置がだいぶ近かった気がしますね。あの途中の停車駅がこんなにあるんですかね。でもまあ飯田線とね、線路共有してるぐらいですから、多分こっちで合ってるんでしょう。よし、さあってことでね、まあ、やっぱ人行ったらね、これも届かんだってませんかね。ターミナルもありますね。そう、飯田線がね、止まりになってますからね。ここはですね、日車のやつですね。2005年新調されてるんですね。名鉄は名鉄でまたやりたいところですよね。こんな感じでどんどん電車が来て、一番線は車庫に入るんだ。ここで乗ってたらいいのかな。いっぱいです。ご案内いたします。これの列車は14時42分発 JR 飯田線普通列車の岡谷駅です。当初でますと小坂井牛久保豊川の前に停車いたします。交通機 IC カードご利用のお客様にご案内です。トイカ、スイカ、マナカなど交通機 IC カードのご利用は飯田線では豊川駅までとなります。
川一郎宮から先新城本田橋の方面に追加がまだかなと交通機内新幹線にてご利用のお客様は現金でのお支払いが必要となります。車掌を通りました際お早めにお声掛けください。車掌が繰り返しをしております。まだ切符をお持ちでない方は豊川駅から先 IC カードにご利用のお客様がいらっしゃいましたら車掌を通りました際お早めにお声掛けください。一宮ですね、愛知県のね一宮に着きました。さあね今日はね、まあ、私見てね一宮はね住んでたことがあるんですよ。一宮市ね、そうそう愛知県で一宮と言ったらもう当然ね一宮市ですから。ただねちょっと私の思ってた一宮とあれなんかまあ住んでたのも10年近く前ですからね。あ10年でだいぶ変わったですね。前はね名鉄で駅やったんですけど、ね、なんかね隣のね豊川っていう駅まではあの横にね、名鉄も走ってたんですよ。なんか、こっちの方は名鉄、あれ、なくなっちゃってるんですね。あれ、そっかそっか、あれですね、あの看板は多分書き間違えてたんでしょうね、あ駅の看板はね。そうそうそう、だって、一宮ってなってましたもんね。ほら、一宮、ね、一宮神社とかあります。あれ、真澄神社だった気がするけど、なんか、戸賀神社ってなった気がしますよ。はい、気のせいでしょ、気のせいでしょ。おかしいな。なんかおかしい気がしますね。でもこれ一宮ってなってるの一宮ってなってますけど豊川市おやおかしい。あ、じゃあこれはもしかしてやってしまいましたか。そうですねやってしまいましたね。そうです、ここは愛知県豊川市の三河一宮駅ってことで、ね、そうなんですよね。実は愛知県の一宮駅っていうのが3つありましてね、名鉄の一宮駅と終わり JR の終わり一宮駅と、そして同じく JR のこの三河一宮駅っていうのがね実はあるんですよね。ですので今日はねあこれねやっちゃいました間違えちゃったということですね。やってしまいましたね。まあ
一回来てみたかったんですよね。前からね、あの路線図とか見とった時にね、この市の宮駅ってなんなんやろうなって気になってたんでね、今日は見たかったところなんですよね。まあ実のことを言うと、いやー間違えてしまいました。ということでですね、今回はですね、もし愛知県一宮市のね、尾張一宮駅と、三河一宮駅ね、この駅を、間違えてしまった時のためにね、快適な移動方法とかね、三河一宮駅でね、どこ回ったらいいのかとかね、そのあたりとかね、いろいろとね見ていこうと思いますよという、まあ、いつものごとくの茶番でございますということですね。ついでにせっかく三河一宮来たんやから、あ、名所案内あるじゃん。ちゃんと駅の構内にありますね、名所案内が。お、これいいじゃん。名所、そうですね、徳川神社ってことで、これが三河の国のね、一宮ってことで、あの尾張と三河がね、くっついて愛知ですんで、三河は三河で言えば一宮がありますよってことで、それがこの徳川神社ということでございますね。で、徒歩7分は近いね。ほんと結構あっさり行けるみたいなんで、まあせっかくですから、ちょっと徳川神社お参りしてきましょうか。これでもう三河一宮駅の構内の名所案内完成という感じですよ。もう順調。じゃあね、行きのね、分はこれでね、無事に乗ってきましたんで、これでね、ちゃんと入れときましたね。ストンと入れといて。これで行けるみたいです。で、もう、ほんと近いんですね。通って1本なんだ。ね、三河一宮駅から歩いて7分で行けるみたいなんで、このまま、じゃあ、徳川神社ちょっとお参りしていきましょう。参道とかどんな感じなのかな。こんな感じなんですね。タクシーなんかも待っててくれてますね。結構歴史ある感じですね。いいですね。よし、飯田線も言うて古いですからね。この辺りは看板は後から書き換えた感じかもしれませんけど、あ、 JR だから建築物の年代書いてないかな。あ、書いてある。期間が昭和13年。あ、古いわ。ああ、からのやつらしいですね。ちなみに、ここから、名古屋までしか書いてないですね。さすがに、一宮から、三河一宮から尾張一宮の行くと、そうなんやろと、いうことらしいですけど、まあ、ちなみにね、先に簡単な、ルートだけを言っとくと、豊橋からね乗り換えて、そのまんま東海道線でね、岐阜行きとかね、大垣行きに乗ってしまえば新快速でそのまますっと行けるんで、全然そんな遠くはない感じなんですけどね。さあ、まあ、今回帰りはまた帰りでちょっと一癖あるルートで行こうと思いますよ。というのはね、まだ裏技が残ってるんですね、この切符。実はすごい裏技が残ってるんですよね。そう、それをねやってね、一宮までね、まあ、とにかく三河一宮から尾張一宮に行くことがあったらこれを見れば大丈夫っていうのをね作っときますから。はい、ということで、まあ、まずは戸賀神社行ってみましょう。私もね戸賀神社行くのは初めてです。うん、ここから行ったらいいのかな。ここが参道なのかな。あ、それっぽい森があるけど、もうそんな近いの？あ、でもほら、一宮会館とかありますよ。これ全然一宮。ね、そうそう、全然一宮も何も、嘘は言ってないわけですよね。あ、ちなみに、あ、残ってた、残ってた。これ、一宮町ってなってますけど、もともとはここ、三河郡一宮町でしたっけ？豊川郡ってなってたっけな。要は一宮町っていう町があって、実はこれ一宮市があった時から一宮町ってのがあって、同じ県内に同じ名前の町と町があるっていうね、状態だったわけです。まあまあないわけではないですけどね、越前市と越前町とかね、あと同じ町名が北海道とかだったらなんかあったりしますよね。あの読みが一緒とかねはありますね。森町でしたっけ、ありますよね。だってよしとかね。さあ、そんなことも置いといて、さあ順調に
近所に行っておりますけどね。よいしょ。本当にすぐみたいだから、あ、もうあれか、見えてるのか。そうなのか、これは今までの名所案内完全制覇の中でというか多分歴代最楽。いや、こういうのです。駅前に書くべき名所案内のあるべき姿をこの三河一宮駅は示してると思いますね。これは素晴らしい、うん、あ、しかしちょうど今日晴れ間が出てよかったですね。最近ずっと暑かったですからね、あの雨が降ってましたからね、まあですのでその間に動画編集をずっと済ませてましたけど、うん、これ楽だな。よいしょ。あ、ちなみにあれ名古屋からの往復でしたけど、あれ、何でしたっけ、新城本城、往復切符みたいな名前だったと思いますけど、こっちの方を初駅にして買うこともできます。その場合はね、多分新宿駅とかでないと買えないのかな。ちょっと帰る駅は、ちょっと限られてるみたいですけど、よいしょ。往復で、その割引になるよっていう切符が、同じ値段ですね。こちら側から名古屋発で乗る場合と、切符の名前は往復切符なんで、往復行きと帰りが、指定されるんで、別の切符、企画乗車券という扱いにはなってますけど、同じ価格、同じように使うことができますよというのもありますということですね。あ、言うとったらもう本当は東賀神社だ。近いな。で、あ、駅前にはセブンもあるし、 V トラックもあるし、いや全然便利ですね。あ、駐車場も広い、うん、さすが三河の一宮ですね。参道、表参道は6から入ったらいいのかな。あ、もうすでにここだとこもありますよ。うん、俺だけ大きい格式のところ、一宮ですからね。真下がこんなところにもありますね。荒川橋神社と秋葉神社、あ、なるほど、はい、いろいろありますね。さあ、お参りもしましたけどね、やはりこういうところにちゃんと書いてますよね。小一鳥羽神社ってことです。これは要は神社の格式ですね。明治時代とかに使われた格式の、やつがあるんですよ。それの中で要は1位の神社ですよってことですね。まあ、他にあの別格とかもあったりするんですけど、確か、出雲大社とかが別格とかでしたっけ、なんかあるんですよね。で、あ、ここにもまたありますね。これも入っていいのかな。お目が入っちゃった。安川法神社。雨の日、火の日。へえ。いろいろありますね。いや、でもやっぱ木陰だといいですね。木も面白いですね、これ。ぐいっとこんな沿って、なってますけど。いいですね。歴史がある感じが。いや、もうすぐ前が住宅地ですよ。面白い構造ですね。さあ。他にも。結婚式場とかもあるんだ。あ、そういや椿さんもありますもんね。一回そういや結婚式で行ったことあるな。でこっちから行ったら良さそうですね。あの奥に駐車場があって、そこからずっと歩いていくところがメインで作ってある感じでしょうね。面白い構造ですね。結構車利用を結構全電車作りになってるんですね。あ、こっちが参道っぽいですね。あ、いい感じじゃないですか。
三河の国、篠宮って書いてありますね。あ、ここも広い、駐車場も広いんですね。こんな広いんだ。で、これね、これが、2の通りかな。1の通りがあそこかな。で、あ、ここにも書いてある三河の国篠宮戸川神社ということで、ね、由緒も書いてありますね。この当社創始は、定かではないと。そういうですね、当社人名が国史に明記されるのは、文徳実録管理の850年。はあ、で、秋7月の上からで、15以下の、深海に、女性大だと、あると、その後、幾度かの加害、を得て、文政10年1827年には西洋一の深海に召集した。ですから、1827年でからこの今の一宮としてのね、確たる地位を築いたよということですね。で、平安時代以降、初期、以降当社は三河の国の一宮、また縁起式人名等式の、名人勝者として、秋野の、数計を受け、東三河国内神社の、主参主席から、として、国司の、巡回及び、公平に預かったと。県庁7年に、徳川家康により、朱印領として、一宮領、そうですね、あの三河は徳川家のね、何せお膝元の一宮となりますからね、それからですね、100国、同八年1603年には、本宮参上から20万石の、寄進を受け、明治に至ったと。ですから、もういや、で徳川幕府ももうお膝元の一宮ですから、それは、扱いが、非常に、すごかったってことですね。で、明治になって、韓国弊社の制度では、国定不詳者の人にでしたが、戦後この社格制が廃止になりそうですね。現在神社本庁別表神社として、本宮さん、本宮山さん、奥宮とともに、時代を超えて、広大無変な、個人性が、受け継がれていますよという、非常に格式ある神社でございますよということでございます。もうその空気はもうこの辺りから出てますよね。いや、素晴らしい。ではちょっと中お参りしていきましょう。ありがたいのが、こうやってね、さって日が引くとね、カメラがね、オーバーヒートしないんですよ。やっぱ最近暑いもんでね、カメラがね、完全にオーバーヒートで止まっちゃうこともあるんですけど、それより前に、ピントの合わせとかそういうのがね、効かなくなってくることがあるんですよね。で、あ、手を洗うところは、あちらにございますね。あちらでございますね。さあ。なるほど、なるほど。で、あ、剣道教室なんかもあるんですね。へえ、すごく歴史ありそうですね。で、あ、ここで、くちくちやってるんですね。さあ、お清めも済みましたし、接近注意とかで、靴の根が張り、石垣が崩しています。危険ですから、ご注意ください。ですから、根がどんどん伸びて、なんと石をも壊そうとしているということでね、そこですね、人の手で作った石垣がそこまでの上で育ったのがそこまでになるってことは、それだけの歴史があるということですね。すごいなぁ。いやいやいや、あ、本当でもなんか入ってくるといいですね。大浅とかさ、千円とかでもありますね。神社大浅と神宮大浅。ああ、なるほどなるほど。神宮っていう場合は、この天照大神の神宮大麻と
神社大麻が伊勢のかあるんですね。あ、そう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 、あ、そうそうだ、そうだそうだ、聞いたことあるわ。っていうか、あのタカチャンネルズで聞いた記憶があるわ。そうそう、地元のその、やつとか、あとそのなりわいをしてる方でしたら、例えば、八幡宮、だったりとか、なんかね、ありますよね。そうそう。で、いうようなね、やつとかも、そう、こういう感じでするといいですよということで、でちゃんと、伊勢のその神宮大麻も売ってるんですね。はい。ということで、お供えの仕方とかも全部書いてあります。ありがたいですね。お米、塩、水を供える例と、お酒とかね、塩水を備える例とあるわけですね。ちゃんと順番のこういうの決まりがあるんですね。あら、なんか咲いてる。まあ、エビス茶とかもあるんだ。あ、こんにちは。養生とかあってね。あ、すごいね。じゃあここが本殿ですね。ちょっとお参りしていきましょう。お参りしましたけど、こんな養生やってるんですね。田中さんの願い事とかも、書いたりできるらしいですよ。すごいですね。こっちにしゃぶしゃぶあるんですね。こっちはこっちで本殿な感じになってるんですね。ああ涼しい。なんか中でなんかちょっと中で撮影をやっとったみたいなんでね、と思いながらね、見てましたっけ。なるほどね。いろいろとやってるんですね。暑い暑い。で、これもまたこれで古そうですね。いつにできたやつなんです。名前から言うと明治以降みたいですけど、あ、そうですね、大正6年ですね、4月に作られた、入り口がこっちみたいですね。逆から行っちゃった。立派ですね。正面からあれですね。なるほど。で、あ、ここから駐車場は奥から入る感じなのかな。いいですね。あ、こんにちは。大丈夫ですか。あ、あげましょうか。地元の家族とも交流しながらですね、さあさあさあ、で駅の方にまた戻ってきましょうか。どうしようかな。時間がもうちょっと早かったらどっかまで駅間散歩をやってみようかなとも思いましたけど。時間がもうちょっと早かったらどっかまで期間散歩をやってみようかなとも思いましたけど、実はあの飯田線は駅間がそんなに長くないんですよね。で、今回あの切符の都合で豊川方面に行ったらまずいんで、往復であの乗り出すのにね、あの豊川だとこの切符の利用が NG になっちゃうってことなんで、まあぶっちゃけ豊川からあの直接切符を買ったら1580円かかるんで、実はこれだったら800いくらなんで、全然あの一駅先どころか何駅も先は乗った方のか半額近くになるという、もうわけのわからない価格設定ですけど、ちょっとカーブミラーとかも独特ですね。いやいやいや、いいですね。やはりお宮参りをすると心が研ぎ澄まされますね。私みたいなこの邪気にまみれまくった男でもあれですね。で、ちょっとあれですね、ご飯もそろそろお腹が空いてきましたし、
岩ね、三河一宮の駅前だとちょっとあまり何もなさそうだったんで、ちょっと調べてみましょうか。さあ、ってことでね、今さっきの、交差点、渡ってきましたけどね、やっぱね、こっから30分ぐらいで隣の駅まで行けるみたいなんで、これもこのまま駅間散歩って形でね、ちょっと隣の駅まで行ってみようと思います。30分、このままね、国道沿いをずっと行ったらいいみたいですよ。新城までだとちょっとしんどいですね。さすがにちょっと遠いなってことなんで。あ、やっぱこっちの門も立派ですね。あ、こんな国道沿いから立派な門があるんですね。これが一の鳥になってるのかな。立派だな、本当に。すごいですね。で、コミュニティバスも走ってるんですね。豊川市一宮浄水場ってことでね。この辺りはだいぶ一宮、やはり関連のやつが多いですね。そりゃそうです。だって一宮なんですからね。こっちの奥にも駐車場があるんですね。多分やっぱ初詣の時期とかになったらすごい混むんでしょうね。うん。で、これが鳥羽神社前のバス停とここで。まあ、1時間に1本ちょいは確保されてるんですね。結構便利ですね。どこまで行くの？新城富永。新城駅の方までも行くんですね。本宮の湯。温泉もあるんだ。へえ。あ、いいな。ちょっと。言うて暑いですからね。汗もかいてますから。ああ。何があるんでしょうね。ああ、いいな。温泉いいな。でも、多分歩いていけるような距離ではなさそうですよね。よいしょ。ちょうどこの国道が沿うような感じで、さっきのね、飯田線に沿うような感じで走ってますからね。よいしょ。こんなところも、仕出し屋さんとかですね。あそこは特定局かな。特定は特定でも一般特定っぽいな。仲裁はやってなさそうな規模に見えますけど、どうなんだろう。これが、三河一宮郵便局なんですね。おやおや。あ、この通り歩いてると、一宮ゆかりのものがいっぱいあるじゃないですか。あ、ちょっとやっぱ、終わり一宮郵便局と比べると、あれですね、少しこじんまりとした感はありますけど、でも、立派な郵便局ですね。あ、でも、集配施設ありそうだな。クールダウンできるやつを買いましょう。あ、本当だ。やっぱ周波やってんだね。バイクとかあれはチョコ用のバイクもありましたし、じゃあ完全に普通局ですね。はい。フックマート、なんだこれは。もうファミマで買っとくかなと思ったけど、ちょっと気になるスーパーがありますね。これスーパーマーケットかな。信号が変わりそうですね。ちょっと寄ってみましょうか。すごいですね。アニマルは美容室かと思ったら、ドッグ用の美容室なんだな。はいはいはい。で、そんなおしゃれなものもありますが、あれですね、クックマート。初めて聞いた。ちょっと入ってみましょう。さあ、ということでね、寄ってきましたよ、クックマートさんってことでね、来ましたけど、いや、すごい、これはすごいぞ、いいスーパーを見つけました。まあ、正直、この手の小型スーパーでね、橋のところにあるところっていうと、まあちょっとね、品揃えもね、まあ、定番品がそこそこ並んどって、まあ、お値段もね、まあ、それコンビニとかで買うよりは安いですけど、
まあね、やっぱ、金瀬とかね、いわゆる激安スーパーとかと比べるとちょっとお値段はねっていうところが多い中で、いやとにかくここはね価格もねまあ安かった、うどんの玉もね22円とかでしたし、精肉コーナーもね全部国産でしたね。鶏も牛も豚も国産で定番品全部揃えとったんで、おーすごい国産でオンリーでやっとるんやな。で、ちゃんとお値段も国産だったらまあ十分いい、いい価格でね、豚の子まで118円とかでしたからね、ああ全然ありやんということだったんですけど、何よりもね品ぞれが面白いでしたね。後でちょっとまとめたのを動画にしようと思いますけど、いやついて1500円分も買っちゃいましたよ。いや後でちょっとまた商品はね、そこだけピョンと飛んでると思います、こんな感じの商品がずっとありましたよということでね、はいどうぞ。はい、ってことでね、こんな感じでね、いろいろと美味しそうなものがあったんで、ついつい買っちゃいましたね。まずいな、これから尾張一宮まで行って、そこからまた桑名まで帰ってってしないといけないね。まあ途中でちょっと食べれそうなとこがあったら食べようかなと思いますけどね、どうかな。で、これで犬威格、違う、なんだこれ、なんて読むの、イネズミ、十二方位がよく分かりやすい名前ですね。イノシシとネの時の間の方角やや北側ってことで、ほぼほぼネの真下の方ということですね。ここまで漢字で方角を表すね、あれもなかなかないですね。でもうちょっと歩いたらいいのかな、さっきのお宮の裏側みたいな意味合いですかね、人が神社の、もうちょっとあるみたいですね。よし頑張っていきましょう。さっきのお宮の裏側みたいな意味合いですかね、人が神社の、ちなみにさっきの往復切符ね、普通の往復切符だと、ね、往路と復路が同じ駅でないといけないということが多いんですけど、この場合はエリア内でしたら発着で発着すれば大丈夫ということなんで、こういうふうに、まあ、隣まで歩いてとかね、ちょっと新城までね、別の手段で移動して、でまた新城から使うというのは OK みたいです、まあ、なかなかこの間を歩いてね使ってっていうね、こういう奇特な使い方をする人はそういないと思いますけどね。あ、豊川市の一宮庁舎はこっちの方なんですね。で、本宮の湯はこっちを曲がってた方なんだ。ちょっと、まあ、多分途中にあるはずなんですけど、駅がね、ここでとりあえず曲がっていっときましょうか。この辺りでいいはずですからね。よし、一応渡ってから確認しよう。確認したら全然まだまだ先でしたね、半分ぐらいでしたね、まあ、せっかく折れたんで一本奥の筋からも行けるみたいなんで、そっちから行ってみようと思います。この筋か、そうですね、そこがもう踏切ですからね。近くに養鶏とかなんかあったかな、養鶏場の香りがしますね。で、こっちをずっと行ったらいいみたい。この辺りも全部一宮になってるんですね、やっぱし、はあ、あ、これ多分あれですかね、あ、これは違う、豊川だ、豊川のマークだ、動画、カタカナの動画4つに川ね、そうです、あの一宮の昔のマークかなと思ったけど、
これだ、これがね、昔の一宮のマークだ。一宮町のマーク、これね。これで、い、ひらがなのいと、ちよく、組み合わせてあるんですね。そうそうそう、これだ、一宮のマーク。下を向いて歩くといろいろあります。こっちは完全に住宅街って感じですね。よいしょ。しまった。手拭きタオルを買おうと思って忘れてましたね。逆に汗をバンバンか出させてくれそうな松明なんて買ってましたけど、ね、そうじゃない。今クールダウンさせるやつが必要なんですけどね。間違えましたね。あ、暑いな。しかし暑い。しまったな。駅に行くところがあればいいんやけどな。お、おい、マスカットもあった。もうそろそろ行っとる気が結構はずやけどな。完全に住宅街の中やけど。こんにちは、走っとるんや。へぇ。一宮東部小学校。小学校の名前ちゃんと一宮なんですね。あれ、なんか急に森になったけど。いいのか、このままずっと道ないでいいんだ。そこは、あ、幼稚園か。小学校じゃなさそうですね。幼稚園っぽいな。広いですね。都心の幼稚園だとね、結構全然遊び場がね、狭いよねっていうところが多いですから、こんだけね、やっぱ広いといいですよね。ちょうどなんか森の中って感じですけど、あ、電車が走ってこうとかしたけど、あ、終電ですよね。まあ、4時15分か。立派な遊園地ですね。遊園地じゃない、幼稚園か。あ、書いてあるな。あ、私立なんだ。私立の保育園なんだ。一宮東部保育園になってますね。私立にはこんだけ立派な保育園があるんだったら、キャパシティも広そうですもんね。あ、これ欲しいですね。なんかありますね。一宮営業所、いいですね。他になったと一宮感があっていいですね。で、一回地図を確認した方が良さそうかな。あ、ここだ。ここ曲がったらいいんだ。ここみたい。なるほどな。汗は出てきてる量、暑さですけど。全部ソーラーなんか。すごいな。これこっちでいいか。あ、これか。
あ、そこだ。駅ってなってる。そうですね、完全に住宅街の中に溶け込んでる感じですけど。よいしょ。お、あったあった、中山駅ね。着きました。ここですね。お、あったあった、中山駅や。へー。あー、ちょっとウォーキングにいいですね。あ、こんにちは。あ、これ売店ではないのか。もう自販機はセリオンもあるし便利そうやね。こっからね、列車の量は面白いですね。12時台だけポツンとなくて、あとはずっとあるんですね。大体30分に1本か、滋賀、日本にも使いですよね。新城まではですから本数が稼いであるんですね。で、そこから先は本流しの駅だったり、岡谷駅だったりっていう感じ。なるほどな。こんな感じと。で、こっち側でいいのかな。ちなみにここは中山が本宮さんか。徒歩2時間。これは車で来よう。徒歩2時間、これはエグいな。だから、飯田線はちゃんと勉強してるのかと思ったらそうでもないみたいですね。なるほど。ちょうど電車来ますね。よし。おー、ナイスタイミングじゃないですか。ね、もう仕事の行いの良さが出ましたね。すんなり来ましたね。こんなとこにあるこの列車は普通列車の豊橋行きワンワン列車です。次は三河一宮です。この列車は普通列車の豊橋行きワンマン列車です。次は豊川です。ということでやってきましたね。また豊橋駅まで。今度は一番線ね。で、じゃあね、こっからね、豊橋へ行きましたからね、一宮まで向かってくるわけですけど、まあ、さっきも言いました通り、今日は往復切符を使っている兼ね合いで、このまま直接一宮に行けないんですよ。で、それでなくても、名古屋一宮間っていうのは、ちょっと特別なね、割引料金が適用される兼ね合いで、どちらにしても名古屋駅で1回降りた方が安くなるんです。これもね、まあ、ギミックですけどね。まあ、ね、降りる駅もね、名古屋ですからね、降りてね、じゃあ一回降りてね、何か店があるかって言ったら、それはいくらだってなるんですか、だって名古屋駅なんですから、ということで、あれですね、問題なくできますよってことなんですけど、面白いのが、これ今、行き品は通過してきましたけど、そうなんですね、1時間に、日本に1本は、途中の下地とかね、あの辺りの駅を通過しますよっていうことなんで、ここですね。船町と下地は実は普通列車も一部停車っていうね、なかなかにねマニアックなことになってたりして、それもまた面白いんですよね。さあ、向こう元、岐阜行きの東海道線なんか来てますけど、でね、まあふと思ったわけですよ。まあね、せっかく来ましたけど、せっかくだからちょっとここでチャージをしておきましょうか。それはどっち、それはあれか、名鉄のやつなんですね。チャージ
チャージしましたけど、面白いですね、こういうレシートなんですね。ね、ちゃんと名古屋鉄道です、ね、そう。まあ、こういうような構想になっとって、ね、なってますけど、もはや、ね、橋は完全にキオスクで抑えられてますし、もうこっちは、ね、岐阜線収まってきてますし、ね、なんなら30分に1本しか来やん、ね、飯田線が、2番線使って、ね、10分に1本来る名鉄が1線だけっていうね、それもそれで、まあ、本当、面白い構造ですけどね、でやっぱしね、そう、こっちの方に来ると、三河といえば、やはり、今回も運営さん強いですからね。運転の差、同じ YouTube をやってる人とは思えない、ね、片や400万ですもんね、こっち400人すらいませんからね、そう、こんな感じですね。よし、で、こんな感じだから、案内も全部完全に JR 仕様ってのも面白いですよね、面白いね。で、そう、あと帰りはね、まあ、普通にこの岐阜行き乗ってっても大丈夫なんですけど、まあ、名古屋でどうせ降りないといけないじゃないですか。で、まあ、私としては今、ご飯も買っちゃったんでね、食べたいじゃないですか。でもね、あんまり一般列車でね、あんまり広げるのもね、良くないじゃないですか。ってことでね、ここはやはり、ね、あのエレガントに、食べるためにね、特急使おうと思いますよ。なんや、東海道線では特急走ってないじゃないかとね、言われそうですけど、そうです、使いますよ、こだまですよ、そうです、こっからね、新幹線で行こうと思います、実はこの新城切符、あの豊橋の方の切符が有名ですけど、あれなんですね、あの使えるんです、あいつが、豊橋の方面に抜けてくあのやつ、あのカルテット切符とかでも使える、あの、400円出すと新幹線に乗れるというわけのわからないシート、新幹線チケットが実はあの新城の往復チケットにも適用ができますよっていうことなんで、今日はねそれ使っててみようかなと思います。まあ、せっかくやからこのまま、あ、いや、ベルマートやはり聞きたいな。さあ、ということでね、ちょっとベルマートで鍵出してもらって、でね、そう、つぶやさんがね、あの、ありましたんで、そう、お稲荷さん美味しいですからね、これは豊川の、豊川稲荷のね、お稲荷さんってことで、確か豊川稲荷の真ん前に、あの、参道のところにある、あ、ところですよね。そこはね、豊橋にも、今、出しておったんで、あ、せっかくなんで買ってこうっていうことですね。でね、今日はここから新幹線乗り場でね、行けるってことで、これで行きましょう。本当に400円乗れる。さて、普通にしたら2300円ぐらいするんですよね。豊橋から、名古屋まで新幹線に行こうと。それが840円ぐらいになったところから、プラス400円ですから、1200円ちょっとで、ね。ですから、普通に運賃払っていくのとあんま変わらんぐらいの値段で、なんと新幹線で名古屋に行ける裏技ってことですからね。本当かな、本当に行けるのかな。いらっしゃいませ、お求めの切符の種類をお選びください。この取り忘れにご注意ください。領収書をご希望のお客様は領収書ボタンを押してください。発見しています。まもなく13番線に17時8分発こだま735号新大阪行きが到着いたします。本当に買えますよ、400円。じゃあ今もう電車するやつだけど、ちょっと1本遅らそうかな。ということで、もうこのカルテット切符とこれを、この、これね、このやつとこれを一緒に通したらいいのかな。で、2枚同時に入れると、おお、取れば取れば。おお。ということで入港ネットも無事入りまして、これでですから本当に行きちゃいましたね。1680円、840円プラス400円で新城から行けるぞと、すごいですね。へえ、あ、待合室もある。へえ、あ、こっちはこっちで壺屋さん入ってたんだ。こんな感じで、へえ、あ、涼しい、あ、涼しい。
列車が、さあ、なんて言ってったら、おお、ちょうど来た。いい感じで来ましたね。先頭側が自由席ですね。1から6ですから、前の方行こう。全然空いてますね。これならいいでしょう。しかも、こだまなら自由席がいっぱい取ってくれてありますからね。もう、ただいつくせいですね。通過待ちからなんでも、もしかしてね、新幹線の駅が地上になるのやっぱ面白いですよね。ここぐらいなもんですからね。どうかな、どうかな。よし、新幹線ですよ。通れましたね。ということで問題なく利用できました。まあそれじゃそうなんですけど、分かってることですよね。いやー、これはお得ですね。これだって新幹線の場合ね、どっかに料金がもうエントリーやな、こっちにないか、どこやったっけ、運賃表が、あれ今運賃表ってないのか、ちょっと運賃表が見当たりませんけど、2300いくらですよ。ね、行こうと思ったで、在来線で行こうとしても、
あれなんですよね。あ、そう、在来線の料金だけ見とこうか。豊橋まで普通に乗ったら1340円ですもんね。ってことはあれで新幹線乗った方が100円安くなったんですね。なんということでしょうね。しかもプラスこっちの方まで来ちゃいますからね。で、淡路市の宮まではこっちですね、300円か。まあ300円十分安いですよね。一応ね、ちょっとここももう一つ裏技があるんで、まあ使えたらですけどね、ちょっとこれは真剣勝負って言ってるんですけど、あるかどうかが微妙なチップなんで、一応そこで真剣勝負だけちらっと見ておこうと思います。さてと、ちょっと一本外れの方まで行きましたけど、そう、これがよかった、売ってましたね。こんな感じでね、名鉄のチップでこういうのがあります。名古屋ココアイ30、これ30枚地図なんですけどね、なんと30枚地図で8150円ということで、まあまあ、1枚あたりすると270円ぐらいでいけるんですけど、ね、そう、普通に買うと、名鉄やと、名古屋から一宮やと380円なんですよね。ですから、100円近くお得にあるっていうのは、結局 JR が300円で、それで80円 JR の方が安いんですよね。で、そうすると名鉄3じゃないですか。安いんで、所要時間もね、JR の方が確か早いんじゃなかったかなっていうのがあるんで、それに対抗するために実は一宮から名古屋、あと岐阜と、名古屋の間とか塩駅の間は、名古屋駅から塩駅の間っていうのはこの30枚続きで1ヶ月限定のやつでやると安くなる。1ヶ月限定じゃないのか、12月31日までになってますもんね。ですから結構長い期間大丈夫ですよね、っていう、チップがあるんです。で、これが要はバラ売りをしてるんですね。でね、これね、今日は金券ショップ寄ったら290円です。ですからね、まあこっちで買ったら10円安いよってことなんで、結構お得ですよね。っていう、やっぱね、こうやって競合してるところがあるといいですよね。あ、こうやったらどうやって？多分ね、290で統一されてると思いますよね。そうですね、ここでも名鉄は290円ですね。あ、ジャイアンツキップのやつ買ったら280円で買えたんや。マジか。なるほど。まあいいや。在来線も向こうやったら売ってるかな。まあでもせっかくやったら一宮で探しましょうか。こういうね、お得な切符がある。これね、やっぱね、競合があって、これだけ利用客が多いところは競争が激しいですからね。こういういろんなサービスを駆使してお得に使わせていただきましょう。いや、ありがたいですね。290円ですよ。昨今の牛丼より安い値段で4人はまでいけるんですからね。まあそれやったら300円でもいけるわけですけど、でこれで名鉄に乗ったりです。まあ往復切符なんで2枚買ってね、別にやってもよかったんですけどね。とりあえず試しにね、1枚使っていこうと思います。名鉄はそっちやね。じゃあカオス、カオスで有名な名鉄乗ってきましょう。でもそっか、これに使っとったら、あらかじめ切符とか用意して、ロスなく行っとけば、新幹線使ったら、ワンチャン1時間ちょっとできるんですね。めちゃくちゃそう考えるとありがたいですね。まあ、新幹線がチートっていうこととも言えると思いますよ。じゃあね、じゃあ早速通していきましょう。あのね、免疫なんでね、何せ人多いですからね。よし、じゃあちょっとね。どうした？こんな感じで印字が入るんよ。で、一宮方面からかの時はね、ニュースカイ乗る時はね、真ん中でいいんやけど、ホームがいいよね。というか横幅がね、こんだけなんですよね、名鉄名古屋って。さあ、でも名鉄に乗っていくのは、あ、もしかしたら名鉄で行くのは一宮住んでた時以来か。一宮住んでた時は実はここを名鉄で使ってたんですよ。ってのはうちが名鉄の一宮駅からもだいぶ近いんですよ。要は妙高寺と一宮の間、やや妙高寺寄りだったんですよね。ですから妙高寺から乗ることがちょいちょいあったんで、
そうするとね、名鉄オンリーになりますからね。ということでスタートしました。もうキングオブカオス駅、これね、舐めたらいけないのがこれなんですよね。まあ、時刻表見るじゃないですか。あ、まあ、確かに多いな、多いな。1,2,3,4,5,6 やってください。1時間8本でずーっと来ますよね。まあ、確かにここら辺になったら1時間に10本とかになってますね。多いなと思うじゃないですか。気をつけないといけないのはこれ行くと、ここにも、あ、書いてあるね。それぞれの方面1時間に、ああ、1時間6本、10分、2本来るのが多いな、多いなってなる。で、こっちの方を見ると、あ、こっちもこっちで移動してきますよね。よけと1,2,3,4,5,6 なんです。1時間に8本ずっと来ますよね。何が怖いって、これ JR でもよくあるじゃないですか。こうやってね、それぞれの方面のやつがあってね、まあ、これぐらい書いてあることはダダじゃないですか。これが全てこのホームにやってくる。あそこに書いてある列車が全部ここにやってくるんですよ。で、反対側の列車はあそこには書いてないんですよ。で、反対側は反対側で、いわゆる豊橋方面ですね、あっちの方に行くやつは同じぐらいの本数が向こうは向こうで用意がしてあるわけです。これはカオスです。結果的にこのね、マッチ道では分かりやすいですけど、乗り場ごとに、では福島方面やったら赤に並んで、峰山カニやったら緑に並んでとかね、こういうような、不思議な、特殊なやつになってます。で、うちらの場合は一宮方面になるわけですよね。ここね、青色のところでまとったら大丈夫ですよっていう構造です。で、覚えておくといいのか、この色と、ね、液晶モニターがありますけど、この液晶モニターのこれピカピカしてるね、字の色、字の枠の色、これがこの下の色と連動してるんで、うちらやったら一宮に行くんやったら青いところで待っておけばいいよという、そういう、ロジックになってます。ここが近鉄の乗車券売機になってるんで、ここからね、近鉄方面が買えますよ。近鉄直接乗り換えするときはここから行けば大丈夫ってことですね。で、近鉄の特急券売機はないんですけど、中入ったところに特急の券売機あるんで、別途そこから買えますっていう。今はもう近鉄はね、その販売がすごく便利になってますし、ポイント還元率がすごいいいんで、あちらをぜひお勧めしますけどね。近鉄チケットレスサイトみたいなのがありますね。で、まあ、これは新宇都宮行きだから、これに乗っちゃったピタッと止まりますから、面白いですよね。で、端っこの方に行っとこうかな。次も岩倉行きだから、次は特急か、一部特別車やで、特急でもう一度には向かっちゃいましょう。半分かけてなってました。もう次は2分後ですからね。なんでしょうね、本当に A 列車見てるみたいですよね。で、次八王先生やから、端まで行っときゃ大丈夫はずです。よし、やってきましたよ。名鉄尾張一宮までやってきましたけどね、これね、私前から素朴な疑問なんですけど、名鉄って特急車にいわゆる一部特別車になっとって、いわゆるミューチケットを買ったら指定席で座って行きますよっていうサービスがあるんですね。じゃあ一部有料なんですよね。なんですけど、有料席って2対2の、リクライニングシート、2対2で4列シートなんですよ。なんですけど、普通車の方って一部転換クロスシートですけど、クロスシートになって2対1の割合になってるんですよね。あれ、なんで
ういう風になってるんでしょうね。前からあれが謎なんですよね。でさあ、一宮駅です。まあ一宮はもう何で住んでましたから、このチャンネルでも何回か来てるんですよね。あれはこういう風なかったっけな。とりあえずこれに関しては投資乗りができませんので、一回降りないといけない。あとあれですね、一宮の途中の駅ね、ですから妙高寺とかああいったところで降りたりすることはできませんので、それだけはね、気をつけないといけませんけど、まあ一宮まで来ることがほとんどですからね。いいよ、そのまま進んないと出て表口の方から出ましょうか。今日はよし、これで通して、さあ無事やってきました愛知県、一宮市ですね。これでやっと小西一宮市にやってきましたよということですけど、でせっかくですからね、マス皆さんね言っときましょうね。やっぱり三河一宮の戸田神社ね、戸田神社から悪い一宮の増田神社ね、増田さん、これで一日でね、一宮二つちゃんとお参りできましたね。いやいやいや、あちなみにもう終わり一宮のね、こう、なんか言ってる、あんまり喋らん方がいいね。おお、あら、素敵な方、私が来るとピアノの演奏が始まりますよね、どこも。ちっちゃい子なんだ。いや、まあ、びっくりしましたね。誰が弾いてるのかなと思ったら、なんか6歳くらいの女の子が弾いてましたね。マジか、めっちゃうめえな。さあということで、そうですよ、七夕祭りなんですよね。いや、今7月の10日ですからね。何やお前、七夕なんて終わったんちゃうかって言われそうですよね。一宮はね、七夕祭りがこれね、日本三大七夕祭りとして有名なんですけど、旧暦の、やつに合わせてやるんで、実はこれからなんですよ、七夕が。ですからね、一宮はこれから七夕で盛り上がる時期ってことでね、そうそうそう、これもね、ちょっと落としたかったんですよね。本当は七夕祭りの日に合わせてもよかったんですけど、一宮は今年、市政100周年なんですね。一宮も歴史ある町ですからね。でまさにその今から行く増田さんの方がね、本町通り、あっちの方がそれで、有名なところなんで、そっちの方に向かっていきましょう。いらっしゃいませ。ここでね、クロスで渡ってしまって、もうこの辺りはお手のものですが、基本的に大体困った時にはそこにある炙り市を行って、そこにはお寿司屋さんがあるんでね、そこ行って、条件したかったらこの奥にあるね、すっぽんラーメン食べたらいいんじゃないのと言っとけば、大体これで一宮の、案内になってるでしょう。うん。暴論のように聞こえるかもしれませんけど、案外これで駅前合ってるんですよ。うん。まあ、言うとここ本当に、ちゃんと、住所も移してちゃんとパッチリ住んでましたからね。あ、そう言っとったらすっぽんラーメン、そこで。で、奥に、ダムのやっとる、第一工場がやっとる、カラオケクラブだったっけ、カラオケ屋さんあったはずですけど、まだやってるかな。最近カラオケ屋さん一気に潰れてますからね。で、商店街のメインはちょっと奥なんですよね。本町商店街がちょっとね、ずれたところにあって、どっちかというとその、増田さんの参道に合わせて作ってあるんで、そこもね、ちょっと一宮の町の特徴ですよね。あ、やってるやってるカラオケクラブね。ここがカラオケ屋ですね。これダムがやってるところなんですよね。だからビッグエコーと同じ系列ですよ。あ、テープできたんや。あ、こんなとこステーキ屋さんもできてるんだ。アンセリーヌ、アンセリーヌ来たのかと。いやいやいや、そう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 、
この感じ、この感じですよ。で、一宮はね、ここにね、ど真ん中にね、でっかくね、地下の駐車場がありますからね、これも一宮ですよね。中年、翌1時までで1000円上限ですから、四日市がね、1800円とかね、2000円近く取るのを考えると、すごくいいお値段ですよね、こっちの方のが。1000円ですかね。一宮でね、この真ん前で、ですから、ちょうどこの地下駐車場が、本町商店街と駅の間ぐらいにあってね、もう便利がいいで、しかもこんな綺麗になっちゃってね、私が住んどった時まだ駅が建て替え前だ、あの国鉄のね、ポロポロの感じの。おい、やつで、あの、名鉄側はね、もう綺麗でしたけど、っていうところでしたけど。いやー、一宮ですよ。串焼きの金だと串カツの金かなや。金かと、木村なんや。じゃあ、俺何やろう。串焼きと串カツやったら、土手にでもやりますか。土手にの山田とかやりましょう。木村田中やったら山田ワンチャンありじゃないですか。そんなことも思いながらね。あそこ変わったんやね。前はまあなかったですもんね。で、商店街行くことんと、どこやったっけ、こっちか。こっちや。で、あ、ここ、あれ、弁当屋さん、弁当屋さんじゃないや、こういうね。お店がお弁当もやっぱ今やってるんですね。季節から始めたんですね。ここは来たことないな、言うてその一宮におるときは新卒で入ってねやったんで、ね、結構先輩のね地元もう生まれも育ても一宮っていう人ねいっぱいいましたんで、うちの会社は本社が一宮だったんでね、ですからもう詳しい人いっぱいいたんでね、結構いろんなお店を紹介してもらって連れてってもらったななんて記憶もね、蘇るところで、まあここはね本町商店街になったりとかね。で、参道屋でこっちやな、よいしょ。でこのまままっすぐ行った、これがもう本町商店街ね。すごいアーケードがね横にドーンと広い、でっかいアーケードが一本ズドーンって通ってるっていうタイプの商店街です。で有名なところだと、あの坪井のりおさんとかね、の出身が一宮で、一宮でもこの商店街の界隈やったっていうふうに聞いてますけどね。こんなサンド持ってる。1個250円やったら結構安いね。ちょうどね、今サンドね、美味しいサンド食べちゃったところなんであれですけど、いや、あっちも美味しかったからな。で、そう、まだワッフルの方残してありますからね。で、あそこは390円だったっけ。そう考えると、そこは今のところ安いな。で、ずっと歩いてくると、あ、今日は警備員さんも出てますね。今年は七夕バトルにね、盛り上がるといいんですけど、去年結局できなかったんやったっけな。ですからね。で、ここは、のこぎり屋さん。さあ、さって抜けてきたら、こんなね、綺麗なお店もいっぱいありますよ。で、抜けてきたら、さあ、見えてきました。といっても、飾り付けがいっぱいあるんで、ちょっと今、カメラからやとあんまり見えてませんけど、これね、ここが、マスミダ神社でございます。いや、でもなんか直線距離で言ったら、あの三河一宮の方のが直線でスポンと来れるか近いのかもしれませんけどね。まあその代わりこっちは、でもやっぱ一宮市はね、一宮、あの愛知県の中でもなかなか大きい町になってますから、ね、町の規模で言うと豊川と同じぐらいかななんですけど、豊川でもちょっと一宮はね。ちょっと外れたところになってますからね。これね、マスリタ神社前のファミリーマートがあって、さあこれね、鉄道模型のカフェなんかもね、またこれも今やらなくなっちゃったのかな。よいしょ。さあ、お、でっかい市民がいますよ。おっと、よいしょ。
まあ、杉田神社前のファミリーマートがあって、さあ無事やってきましたよ。いや変わらない街並みですね。それはだってここがね、よいしょ、まさに七夕祭りのゆえんにもなってますね。増見田神社ですね。すごいね、立派なんで聞いてますね、今年も。ちなみにこの真ん中に映ってるのが一民っていう一宮市のキャラクターです。マスコットの真ん中はいつもハートやったっけ、あれいつもハートになっとったっけ、あれ思い出すやんけ。あの一宮タワーって131メートル、8メートルのね、タワーがね、だいぶちょっと木曽川沿い、あの先ね行ったところなんですけどね、ありますんで、そちらの方にありますっていうことですね。で、あ、ここにやっぱ橋があります。歴史あるところにやっぱこの橋がありますよね。メガネ橋だったりとかいろんな言われ方をしますけど、で、これね、増見田神社も何してね、増見田神社といえばこれですね。お祭りは雨の方、明かりの御事ってことですね。天照大御の神の ご尊神のことですね、ということでございます。ここももちろん相当古いあれですね、日本書紀とかでも、当然、地図が見られるということで、一宮と呼ばれる中でも相当、自信を持っての一宮の中の一宮だぞと、かなり力を持って言えるぐらいの一宮ですね。終わり一宮として長らく尊敬を受けています。終わりの国は現在の名古屋市、知多郡、愛知郡、春日部郡、三輪郡、羽栗郡、中島郡、天間郡、山田郡ね、8郡を持って一国としていましたよと。でこの終わりの国8郡内には神社が多く存在しており、平安時代に編集された縁起式第9巻事務所には121座、ね、神社がありましたよということですね。で歴史的にも、エスコ優勝深い神社が終わりの国に鎮座する中、増見田神社が終わりの国一宮に、指定されているのは、朝廷から派遣された、国司が終わりの国に初めて入った際、最初に当社を、参拝したことによるとされていますということでね、まあ、それぐらいも歴史があると。でまあここもう何してね、よっぽどね自身だけではそもそも一宮市って名前ね名乗りませんからね。ただね、一宮もね、戦後風、風習が相当広かったしですね、実は私が、聞いたことあるので、本当戦後すぐにね、まあ、一宮に住んでたんでね、の状況ね、知ってる人にも聞いたことありますけど、一宮駅降りたら、木曽川まで見えたらしいですもんね、当時。うん、駅から。うん、別に高架になる前ですよ。うん、ね、っていうぐらい一面焼きの原やったらしいです。で、当然、増見田さんもだいぶ、影響を受けましたということですね。で、昭和に、終戦を迎えましたが、その他一面の全国の調査の副住民まで、昭和天皇は21年2月の、神奈川金城崎を開設切りに、被災地域や、家族を励まそうと各地の、ご巡行を開始されましたね。これは有名ですね。で、昭和21年10月23日に一宮市にも、ご巡行されているそうです。で、松見田神社、南東の一宮市役所旧本庁舎屋上において、復興途上にある一宮市内をご視察になられましたと。旧本庁舎は私もちょっとわからない。駅の多分、この辺りにあったんでしょうね。今はもうちょっと北側の方に移ってますからね。で、この時、昭和天皇の説明役を務めた吉田万次市長は、松宮神社の、被災状況と広く市民から、推計されている由来を少し説明するのを、藤井陛下からの確かに復興を、確かに復興をやりなさいとの言葉、一宮市の象徴である、松宮神社の復興をなくして一宮市の真の復興はないとの、確信のもと、吉田市長が昭和26年、松宮神社復興造営、法参会、会長に就任、以後3時にわたる、復興造営事業に、迅速されましたか、確かに迅速でしたね、ご迅速と言いますもんね。で、隠して、氏子市民内外の尊い、たっといか、
倒産のもと繊維産業の攻撃にも支えられそう。ここは繊維産業で戦後それでバッカンバッカン栄えましたもんでね。で、隅田神社は、旧来の姿を取り戻しましたよということで、今それであるのがこの、マスメさんってことですね。で、七夕祭りこんな感じでね、そう、服飾にまつわる、いわゆる織姫様が祀られてるというね、言われもありますもので、その流れで、もともと繊維にまつわるところっていうことで、まあ、この辺りに関しては美濃の御神寺ってお寺さん行った時にもね、その辺りのことちょっと触れましたけど、もともと木綿業盛んだったところで、その近代紡織の、技術がどんどん取り入れられて特に発展したのが一宮と、言って過言ではないでしょう。これは大事そうでしょうね。で、東火祭、松村神社の例大祭で、こういうのもやってます。太陽暦の4月3日にやってますよということですね。ワン祭りとも称され、こういうような、ね、感じで馬さんでて、やったりしますよということでございます。なんで金のシャチホコのトロニアとかね、それはだって終わりですから。あ、忘れちゃいけません、忘れちゃいけません。名古屋から、ね、持ってきてるのではありません。終わりは名古屋、名古屋は終わりの一部ですかね。ってことは、その配下のところにある城のやつとかですか、それは問題ないと。問題ないですね、なかった、ということで、さあ、では巻いていきましょう。松村さん、いやまあここはでも本当にいい時とも立派ですけどね、このもんも、よいしょ。ですごいでしょう、ここに至っては令和4年で御鎮座2650年なんですね。2650年ってことは紀元前500年とか、そうなんです。もうね、ここに来るってことはそういうことです。聞いとる、これだけすごく歴史のあるところです。ちなみにこれ祭りで出てるんじゃなくて、普段から多分これの屋台は置いてあるはずです。あれもう祭りやから置き始めとんのかな。だいたいね、結構ね、クルト屋台あるのあるんですよ、日曜日とかやと。で、そうだ、取水を、で、水を汲んでなかったね、まだ。いけません、いけません。こっちがくるくる回らないといけませんね。半時計、時計回りでね、回っていくといい感じに作ってあったかな、確か。そうそうそう、こっから入って、本当はだからくるっと来て、そのまま手洗って、あ、ここもこういうタイプになってますね。で、お参りしてそのままスーッと去っていくといい具合できますよという、分かりやすい作りになっております。なんかこの子どっかに見覚えありますよね。あ、お、あれだ、あの柘植の、なんていう名前でしたっけ、スッと出、スッと出られじゃなくて、あの柘植にあったあの紀元前からあるっていう、すごい神社ありましたよね。あの神社のところにあったあれだ、案内と一緒のやつですね。昭和のに、ね、香りがしっかりとします。で、あ、もうあれか、ご祈祷とかの受け付けは終わってますね。そうそう、日曜日だったら別にここやってるはずなんですけど、今日はね、もう時間が時間ということで、でこれは日の輪くぐりのね、はいはいはい、ここに要は松明を燃やして火の輪を作って、ここをくぐるとっていう、やつですね。ちょっとでもなんか本当は八の字になってどうのこうのってなってたはずなんですけど、ぐるぐると回って、なんかこう八の字を描いてなんかとかっていうようなやつだと思うんですけど、今あれですね、多分あのコロナの影響であれですね。よいしょ。で、こちら、あ、本日ここでちょっとお参りだけしておきましょうか。なんかこう八の字を描いてなんかとかっていうようなやつだと思うんですけど、今あれですね、多分あのコロナの影響であれですね。よいしょ。お参りも済ませましたし、じゃあ、ゆっくり持って、しましょうか。
僕は行っても特に見どころそんなないですから、こっちからねぐるっと回って、ここね東急亭でしたっけありますよね。であっち読みましたとかいろいろあったりもしますからね。よいしょ、豊島稲荷お稲荷さんね、よく商売ことはお稲荷さんもね、まあ言っとかないといけませんがね、うん、いや豊川稲荷寄ってきやった話なんですけどね、まあ、それを選んでください。今回はねちょっと切符の都合上途中下車できませんからね、そこはご容赦くださいということで、あれ豊川稲荷とまたちょっとね独特なところですし、またねそれはご案内したいところです。そうです、綺麗な石ですね、びっくりだ、ということでねお参りも済ませましたし、さあ戻ってきましょうか。いいですねこういうね、アーチもいいですし木も立派ですしね、これちょっとで隠れてますけど立派な木もありますよ。さあじゃあ本町商店街抜けて駅の方行きますか。言うて荷物も重たいもんでね、どうしても荷物が多くなり気味ですね。まあ今日はスーパーで買い出したらもう今このカバンに詰め込んでますからね。よし、昔はここにもなんか出店がわーっと出たりしとったんですけどね、あのそれこそ書いてある通り糸とかね染め物のね、要は反物がねのあれがあったりとか。いやーやっぱいいですね、一宮はやっぱ定期的に来ないといけませんからね、よいしょ。でさあここからどうしような、本当やったらね、ちょっとお風呂の一つ張りたいところです。ちょっと言うて、山の中歩き回ってましたからね。汗かいてますから。ただね、うまいことないんですよね。ちょっとだって、ポカリの湯に歩いていくにはちょっとしんどいですしね。どうしようかな。さーてと、ずーっと歩いて、まあ、一宮はね、見てたらね、実は私の調査能力不足であるかもしれませんけど、実はあの四日市民をね拠点活動されてる YouTuber さんって言うてね結構いるんですよね。パッとね思いつくのでね3人ぐらいねパッといるんですね。よっちゃんねるさんってところと、あのおっちゃんねるさんっていうところと、あとスピードキングみえさんってね、いまされますね。意外とみえはね激戦区なんですよね四日市対してね、あれなんですよ、一宮はね、うちのその、交流のある方で一人ね、名古屋から一宮にかけて撮影されてる方とかいるんですけど、あんまりその YouTube の活動されてるよっていう拠点に活動してるって人見かけないんで、これはね、狙い目かもしれません。言うてね、元一宮市民ですからね、一宮の本町から妙高寺にかけてであったら、あの公園通りから後ろ通りにかけてとかね、ワンチャン繊維町のあたりぐらいまで、あとね、セベだけ強い、セベと中部あたり、中部中のあたりね、そうそうそう、中部中の中中のある、バローと京葉でいくか、ね、あるあたり。あのあたりだけは詳しいですかね。あの辺りだけですけど、うん、まあまあまあ、ただね、一宮に住んどった時は言うてね結構自転車使ってましたんでね、そうあのね一宮は本当に自転車でね、暮らすのにねこれほど便利なね街はないっていう断言できるぐらいですから、最初のうちはね歩いて妙高寺に行って妙高寺から乗ってたんですけど、ぶっちゃけその家から一宮のこの駅前の方にねスーッと抜けてくのも何の苦でもないんですよね。まあなんなら街中なんでいくらでも途中店もありますし、本町商店街も通ってこれるしっていうんでね、そうそうそう、だから休みの日に 出かけるときにね、まあ名古屋に車にで出ることも多かったんですけど、もうとにかくね電車の便が良すぎる。いや車の便もいいんですよ、22号でねズドンと出るしね、つまり結論から言うとすっげえ住みやすい街なんですよね一宮って。正直もしまた愛知でね仕事する機会があって、
どこで住む、愛知で、拠点に移してやるってなったらどこに住むって言われたら間違いなく一宮市ですよ、うん、それぐらいね本当に一宮っていいところ、あの大垣に行くのも楽やし、あの大垣行くのも楽やし、羽島にもすぐ行けるし、岐阜にもすぐ行けるし、名古屋にもすぐ行けると、うん、で郊外のスーパーとかでどこがあるのって言ったら、あの稲沢にいっぱいありますね、テラスウォークとかいろいろ、吉沢もでっかいのあったりしますし、橋本アイスストア、アイス屋さん、へえ、いろいろあるな、新しい店も結構できてますからね。私が来た時はもちろんいろいろ来た時ある店って言ったらいろいろありますけど、まあ、リアルな話をすると、多分本町商店街で一番使ったことあるのは間違いなくそこのダイソーです。いや、これは一宮市民あるあるでしょ。一宮に住んどって本町商店街で一番使ったことがあるところって言ったらやっぱそうでしょ、なりますよね。結局ダイソーなんですよね。ダイソーか隣の水谷商店さんかね。はあ、またいいなって言いますよということで、今日ちょっともう野菜も買っちゃってますからね、またあごめん、今俺水谷商店っていう時三浦商店だよね、すっごくマニアックな最近の一宮の人だったもしかしたら知らないかもしれない、昔からのね、一宮の方たちがよう知ってると思いますけど、三浦商店さんって、ここにこのマークありますよね、あの角になっている末っていうマークね。最近あの金末さん、一宮って言ったらもう一つ金末さんってね有名なスーパーがありますけど、あそこが最近いろんなプライベートブランドに、あの三浦商店さんのところに使ってるマークと同じマーク入ってる商品を見かけると思うんですよ。なんであのマークが入っとんやって思われるかもしれませんけど、実はもともとは一緒の金末なんですよね。金瀬岩田商店と金瀬三浦商店とあったんでしたっけ。で金瀬岩田商店がそこにあったんですよね。今あもう建て更新になってますね。あそこで建ってたんですけど、そうここに、金瀬の本町店があって、岩田商店さんね。であっちに、金瀬三浦商店さんってのがあって、同じ、金瀬さんの、要はのれん分けっていうか、ね、兄弟分みたいな形だったのかなっていう形で、金瀬が2店舗あったっていう状態だったんですって。でそこからこっちの金瀬があのでかくなってて、今おお詰まった今あの皆さんが知ってるあの、新生とかね、新生とこの辺りだったらどこにあった、岸の宮、宮西とか宮西新生住吉はなくなったやろ、一宮市は他に北園通りとかね、まあだってあちこちにあるあの金瀬ね、金瀬とか、三河だとフェルナね、あのフェルナになってたということで、実はもともとはですから、あの金瀬もあの今ねあの赤と青のあのパカーってしたマップになってますけど、丸の円をねちょっとパカーって開いたようなマップになってますけど、昔はあの金瀬のマップだったんで、もともとあの屋号からあれが金で末で金瀬なんで、そうですから最近はその要はまあ原点回帰というような感じなんですかね。で、あのロゴを使ったブランドをまた復活させてるみたいですね。はい。そうそう。まあこれはもう一宮市民の方だったら大体知ってると思うんですけど、ワンちゃんもう今の若い子だったらあそこの本町に可能性があったの知らんかもしれませんからね。うん、言うてだって私がもう一宮で働いとった時にはそこにはもうお店は残っとったけどね、営業はしてなかったもんな。だいぶ昔の話ですね。ですからでここにも茅葺屋さんがあって、あこっちはもう透明な間臨時休業になってんだ、厳しいですね。で、駅前にちょっとシャワーでも浴びれるところがあったらいいんですけど、残念ながらもうないの分かってますんで、そこは期待せずにそのまま、先に向かっていこうと思います。あれ
でもなんか屋台出てるじゃん。お、なんかすごいいっぱい出てる。え、何何何やってんだこれ。ちなみにね、左と言うとった、アブリッチョがそこね、あれでアブリッチョって呼びます。この店、もし一の上に飲むのに困ったら、とりあえずここ来とけば間違いないです。ここと裏のドラえもんっていう店があってね、ここはもういいです。とにかくね、店員さんがね元気なのよ。味もね、もちろんいいんですけど、とにかくね店員さん元気やしね。俺ねちょっと感動したのがね、一宮で仕事やっとった後に、一宮から、四日市に戻ったんですよね。で、四日市に戻ってから1年か2年ぐらい経ってから、ちょっとふとね、この炙り一丁来たんですよ。そしたらね、店員さんがね、金銭の方ですよねって、覚えとってくれたんですよね。あれはちょっと感動しましたね。すげえ。そんなにその、こんだけ言ってますけど、そんな毎日通っとったやつはそういうわけじゃないんで、本当、2ヶ月に1回ぐらいかな、これでっていうペースやったんでね、ああ、覚えといてくれたんやなっていうのはね、すごく、嬉しかったんで、今でもですからいい思い出になってます。今日はちょっとやってないのかな、ってことなんで、ちょっと、どっちにしろ、この後車の運転しないといけませんからね、あれですけど、そう、当時はね、そう、ここだと、そう、その場合はね、結構ありがたいことにね、結構ね、タクシー代をね、先輩ポンと出してくれたりとかもありましたしね。そうそうそう。結構だから飲むこともあったんですけどね。一回、何回か、近くの東横インかなんか、取って、そこでもうとりあえず寝て、みたいなことをやったこともありましたね。いやいやいや。さあ、一宮戻ってきました。ほんと綺麗になりましたよね、一宮駅。営業体制が変更になってる。あ、一宮もそうなんや。もうこれ一時的なもんだと思いますけどね。一宮はさすがに無人化することはないと思いますけどね。でも今日も今もさっきより大きい子ですけど、素敵な演奏してますね。で、あ、そう、これね、このねワッフルもねめっちゃうまいんでね、買ってこうかな、買ってきちゃおうかな。すごい。ここで業務連絡です。ここね、ベルギアンマンでね、これうちのサークルの業務連絡になりますけど、副代表のシアさんに、ベルギアンのワッフルのベルギーワックスのマンネケンさん、ラブレーズンのやつ販売終了になってました。レアティーズとかね、玉露とかにね、変わっててな、どうも期間限定だったみたいでね、あれね、今売ってないみたいです。ごめんなさい。以上、スターステーズ、サークル内の業務連絡でございました。何かというと、うちのね副代表が実はね、あそこで売っとったラムレーズンのね、ワッフルが売ってたんですよ。これがね、めっちゃくちゃうまくって、確かにね、私も食べたんですけどね、半端ないぐらいうまかったんですよ。ですでね、そう、こっちの方寄った時にはね、吉野にっていうことだったんですけど、残念ながらね、あれ期間限定だったのかな、今売ってないみたいですね。残念。ということでね、とりあえず一宮はこんな感じと、いうことですね。駅前も、ね、駅の中もね、いろいろ食うもん増えましたからね。モスに大阪王将なんかもね、奥に入ってますし、ココイチなんかもね、できてます。で、ココイチはね、言うて忘れられがちですけど、このココイチ番屋、本社はこの一宮ですからね。そう。ですから、これ本社のお品元のココイチ番屋でございますからね。そういう風になると、格式が出そうな、そんなもんかどうかな。まあ、どちらにしろ一宮確かに多いのは多いですからね。あちこちにちっちゃいね、昔ながらのココイチがあったりします。ココイチ多いのは多いですよ。隣もスタレココっていうね、
ココイチのやつあれですしね、まあ今日は今がっつり食べたあとなんで大丈夫ですけどね。というかまあ別にココイチどこでね、よかちしみなんてどこでも食えますからね。そう言うてね、駅前にスタバも入って、駅もこの真ん中にねスタバが入ってるとかね、いいですよね一宮。言うてちゃんと本屋さんもありますしね、いい街ですよ一宮。うん、名鉄百貨店もありますからね。さあということで一宮の紹介はこれぐらいにして、さあ帰りましょう。もう7時ですよ。言うてそろそろね、四日市桑名ですかね、帰らないといけません。でこれね桑名ってのは味噌でね、今から桑名に帰ろうと思うんですけど、実はここから桑名に行く方法っていうのはいくつかあります。パッと思いつくのはこれですよね。JR でそのまま桑名に行くんですけど、これ770円かかるんですよね。ただこれ300円です。あれ降りてそっから乗ったらそうのが確かね300ぐらいで、600円か700円切るぐらいで収まるはずなんですけどね。でまあそういう裏技も置いといて、まああるし、であとは、名鉄で名古屋に行く方法ですよね。あともう一つあるわ、まとめよう、行く方法いくつかあります。まず一つ目がね、名古屋経由で、桑名に行くっていうやつですね。まあ、この場合名鉄も使えるし JR でも行けますよというルートがあります。で二つ目が、大垣ルートですね。要は、前にも行ったことがあります。水穂市ね、のいた大住駅行ったとルートの、途中からですね、ですからここから JR、 あ JR のがいいなこの場合は。で大垣まで行って、名鉄は岐阜までしか行ってないんでね、 JR で大垣まで出て、大垣から養老鉄道で、そのまま桑名に行くっていう手段。まあ、一応名古屋経由はこうでしょ、で、大垣経由はこういう感じでしょ。でそれと実は、忘れてはいけない、もう一つ奥の手があるんですよ。それがですね、ショートカットルートが実はあるんですね。これ見ると分かりやすいです。ちょっと地図をお借りしますけど、こんな感じでね、今一宮じゃないですか。で名古屋からずっと降りてくよっていうルートもあるんですけど、これだとちょっと大前じゃないですか。なんとショートカットするルートがあるんです。ここから一宮からズコーンと降りて、そのまま島経由で雇いに行くっていう、このルートがあるんですよね。それだと真ん中ショートカットしていけるじゃないですか。で、ね、これいけるんちゃうかってことで、でもこっちで行ってみようと思います。美細線ですね、名付けて美細線経由でね、行ってみようと思います。でこの場合は、タッチが普通にタッチ行った方が安いかな。IC カードね行こうと思いますよ。で、あでも時間が今微妙。あちょうど出てたところか。で、次19時28分ね。これで行きましょうか。あでも思ったより早く来ますね。本数少ないんですよねこっち。どこにあるかな。こんな感じ、玉の雪ね。頭の雪じゃない、こっちね。対馬方面のこっちです。あ、要はこっちは1時間4本あるのか。こんな感じで、対馬まで行くやつがあるんで、これに乗って対馬から、あっちですね。また、八海方面に行きましょうということでございますね。ちなみにこれ、玉の雪っていうのも微細線でありますけど、直通はありません。必ず両方の列車がここで止まって折り返していくっていう構造になってますんで、こんな感じになってますよということですね。ちなみに神宮前まで行くやつがあるんですね。これはなかなかすごいですね。ということで説明も済みましたので、じゃあ早速、名鉄美細線でね、美細線としませんか、乗り合わせで、行ってみたいと思いますよ。もうすごいですね。もうこんだけ、隣り合ってある、隣り合ってね、 JR と名鉄があるんで、ちゃんとでっかく名鉄って書いてますもんね。でこれでよいしょ、もう IC カードでタッチすれば入れますからね。よし
ということで説明も済みましたので、じゃあ早速、名鉄美細線でね、美細線としませんか、乗り合わせで、行ってみたいと思いますよ。ここからがちょっと面白いのがあって、こっちに行くとね乗れるんですけど、誰かね乗り場が分かれてるんですね。同じ千葉線で、森上対馬方面はこっちですよ、で奥町玉乗りだとこっちですよってなってるんですよ。これ何なんやって言うとですね、まあ行けば分かります。私たちはね、あっちなんでこっちの方に行きますよね。ああ同じ乗り場でもね、多少乗りとか書いてあるのかなと思うかもしれませんけどね、ここは名鉄です。そんなね一筋縄なことはやりません。今上がってきましたが、こっちは確かに森川の対馬方面なんですけど、でもホームの穴でこうやって分かれてること珍しいじゃないですか、ね、で乗車の9番から13番までお待ちした。こういう風になってるでしょ。こっち森川対馬方面ってなってるでしょ。これがね歩いてでこっちに来ると荒っていう奥地を玉の井方面となっております。普通に電車もそれだけになってますよね。で乗り場も確かにこっちは奥地を玉の井とか書いてあります、ね、これどういうことかというと、うまいこと電車から来ればいいんですけどね。ちなみにさっきの、まあ、ちょっとせっかくなんでね、ちょっと諸事情があってもう一本後のやつに乗ろうと思います。こっちにも出口あるにはあるんですね。知らんかった。あ、こういう風になってんだ。で、あ、駐車場、名鉄百貨店でもここから行けるんだ。行って便利ですね。で、このまま名古屋方面の乗り換えがスムーズにできる。やばいね。面白いですね。登って、こっちは下り、要は、こっちから名古屋方面に行く人向けに作ってますよっていうのが、すごくわかる構造ですよね。こういう風になってるんですね。そう。ということで、1番線方面やってきましたけどね。まあ、見てみるとね、こっちに来たら、1番線、発車の列車が頭の雪になってますね。あ、一番線じゃなかったのかな、あれって思うかもしれませんけど、不思議なことにですね、このままこちらを見てじーっと見てみると、そう、こっちに来るとあら不思議、あれ同じ一番線で対馬行き19時43分となっております。あ、これは一体どういうことかというとですね、6分座の同じ方の一番線に1分違いで次の列車がこっちってなってますよね。そんなわけあるかいなというと思うかもしれませんけど、そんなことがあるんですね。どうしてそんなことができるのか、ここからその一部始終の様子をね、お伝えしてみたいと思います。どっちから来るのかな、これ。あ、ちなみにこれ豊川稲荷行きが来るんですね。あ、やだ、あ、入れ違いか。あ、やっぱそれは稲荷行きや。ですからこれに乗っていけば変な話一発で豊川まで行けちゃいます。ですからそこから一つ隣の、三河一宮に行ってしまえば、実は一宮から一宮まで片乗り換え1回でね、行けちゃうよというギミックもありますね。そういう、まあ、JR でもいいのか、豊橋から一発で乗り換え1回で行けるっちゃいけますからね。あ、おったら、あ、やってきましたね、対馬駅が。あ、一番線に入ってきた。これが私が乗る電車ですね、はい、はい、ということで無事やってきましたね、対馬線の対馬駅。まあ先に来とった列車とほぼ同じような位置だけど止まってますよね。はい、止まります。で、ワンワン上向いてですから開けてね、
はい、運転になりました。さあ、くるくると回って、新安城でもなく、一宮でもなく、平吉田でもなく、玉子王子でもなく、棚毛でもなく、棚毛も入ってんだ。じゃあ、トヨタスも入ってんだ。へぇ、トヨタスでもなく、北京南でもなく、飛龍でもなく、だいぶ先ですね。対馬ですよと。ああ、そうですね、これに乗ればいいと、いうことなんですよね。まあまあまあ、時間もありますし、もうちょっとね、ホームの様子を見てみましょうか。近年は43分で、こっち43分に出てくる、まあ、これはもう準備できるがいいじゃないですか。にしても不思議ですよね、同じ時間に同じホームに別の玉の雪が入ってある。なんやで、こっちのお客さんね、あ、乗ればいいのに、電車乗ればいいのに、あれ、こっちに乗りに来ませんか。おや、おかしい、なんか様子がおかしいですね。まあ、答えもここに書いてありますけど、そんなバカな、どこだろうね、電車の方に一番線です。お、どういうことだ。どういうことだ。でも一番線電車来てるじゃないですかね。一番線も電車止まってますよ。え？どういうことだ。止まってそう。あれ、来ちゃいましたよ。元。同じホームに列車が入ってきまして、まあまあまあ、これ自体は珍しい光景ではないと思います。近鉄の古市 駅なんかでもね、要はここからね、古市から増結をして、あの、発情運転しますよとかっていうような場合とかに、増解決するときに同じホームに入ることがあるんですよ。いや、それにしては増解決するにしては離れてるな、おかしいの、おかしいの、まさかまさかと思ってた。なんとこれが、なんとこれは玉の雪なんです。ということで、実は同じホーム、同じホームを使って、要は短い編成しか来ないし、ホーム上余ってんだから、もう同じホームに留めて折り返していけばいいじゃんという、なんとこういう二重転車というかあれ、っていうのを実は行っていると。で、あ、出ましたね、玉の雪。ということで、なんと同じホームに別の方面に行く列車が止まって、ですからこれが同時に、同じ時間にブチューと決めて、それぞれ反対方向に出てくということですね。はぁ、何ちゅう運転を行うんやと思うかもしれませんけど、まあ、合理的、ちゃ合理的ですけど、まあ、それにしてもこんな光景に出れるのは全国にこう珍しいですからね。確かに構わない。そしたらここに信号がありますよね。そう、あそこで信号で、要は場内に計測を分かれてるってことなんですよね。ドクトプネットを見て、まあ、言うてね、ただもうすぐ出てきますのでね、私も電車に乗って、さあ、対馬まで、とりあえず対馬までね、向かっていこうと思いますよと。よいしょ。そういうことで、終わるかな。来ましたよと。で、あれですね、これで対馬駅ね、着きましたよってことで、次の八国方面は、この一宮行きが出てた後に、こっちの方面に来るみたいな。こっちにやってきたのは、平吉田行きですね。そのまま、平吉田まで各駅で行くんや。なかなかえぐいですね。26分まで時間があるんで、ちょっと対馬駅で時間潰しましょうか。
千葉駅は見ての通りの1名2線の駅でね、でこっちで、三沢線一宮の方面に行くと、ね、こっち側は、そのまま通しで平吉田の方に抜けてくる、弥富と平吉田の方面ね、弥富か津ヶ口の方面とかね、こっちの方が行きますよって言いますよと。あ、そこに快活クラブあったね、そういや。ちょっと汗を流したい気もしますけど、まあ電車の本数もありますから、そのまま行きましょう。で、一宮駅に行く先、乗ってきた電車がここから折り返しまた一宮に行きますよというような案内ですね。そう、対馬ゆっくりあるんだよな。車だったら全然あれですよ。まあ徒歩15分だからね、全然一定距離ではないんですけど、いやちょっと弥富方面は30分に飛んでるな。それぐらいで撮る。弥富方面は1時間4分、平日だったら結構多いんですね。特急、最寄り系の特急なんても来るんですね、1時間4分だけですけど、で、一宮駅が出発してって、でさっきねちょっと暗くて分かりにくかったですけど、途中のからね駅の方から、合流してきとった、線路の方から今度対馬、弥富駅がやってくるよというような塩梅ですね。で北吉田駅は先ほど分かりにくいとった方面ね、あっちの方に入ってくよといったような感じですね。ちょっと下降りてみます。6分ぐらい、6分ぐらい時間はあるから、ちょっとちらっと下見てみましょうか。ここそんなに低くないんだね。昔は駅のすぐ近くに吉地あったりしましたけど、北テラスってなってちょっと北側に出ましたからね。車だったら全然苦じゃない距離なんですけど、ちょっと歩くってなるとちょっとあるかなっていう距離になりましたからね。まあその代わり綺麗ですけどね、あの吉津屋の北テラス、ショッピングモール的な感じですよね。小型のショッピングモールって呼んでていいのかな、あの感じだと。テラスってか、ショッピングテラスって感じかな。で降りたら、あ、ファミリーマートがあるんだね。こんな感じ。もうすぐ外に出てタクシー乗り場とかもあってっていうような、まあシンプルな構造ですよね。対馬駅前じゃないです、対馬駅店なんやね。でエスカレーターはなくてって感じですね。なるほどな、友人駅なんだ。あ、キニさんおられる駅なんやね。で、奥にバス乗り場があって、結構いろんな方面に行きますよってなってますよという感じですね。ボタンを押してください。奥の方へお進みください。ドアが閉まります。ここはこっちとこっちなんや。へえ、面白いですね。駅のホームのエレベーター、この小型のですね。ナショナルオフィス。ホームで開くドアが変わります。ナショナルオフィスっていうか、そういった古い人間が、昔はそういう名前でしたよね。改札へ参ります。確か最初は東洋オーティスで、そこからナショナルオーティスになって、で今は日本オーティスか、ね、ありましたね。あ、この中で日の丸タクシー、ね、よく見たらこれ日の丸タクシーじゃなくて日の丸タクシーなんですね。伸ばし棒はないんですね。26本あればもう一つに来るはずだね。四両編成で来るんや。まもなく一番線に電車が参ります。黄色い線までお帰りください。
ラトン行き普通です。次の佐賀五の山に止まります。でやってきましたよ、やとみまりやってきましたねということでございます。で、まあ、ここからはもう JR で行きましょうかね、あ、次は豊明行きになるんや、普通の、これもまたマニアックだ。で、このまま乗り換えで、乗り換えじゃなくてもここでタッチはしとかなあかんのや。改札を出る場合でも JR に乗り換える場合でもここで一回タッチをしとかんとあかんみたいですね。これでいいみたいです。で、当たったら JR の弥富駅と、まあ、分からんでもあっちも JR の弥富駅ですよね。雲がすごいですね。見えるかな。すごい雲がいいと思ってます。いやで、そう、本当は近鉄の弥富まで歩こうかなとも思ったんですけど、もう時間も時間なんでね、今もう20時39分え、もう9時前ですから、さすがにちょっと今から歩いても何もないですしね、仕方ないやろということで、とりあえず今日はおとなしく JR で帰ろうと思います。ちなみに弥富駅の名所、あ、名所案内あるな。何になっとる、金魚養殖地行けない、うん、付近ってありますね。海南子供の国ちょっと遠いな。4キロ前行けんことに、服部家住宅5キロ、徒歩30分行けんことはないけど、まあまあ遠いな、まあまあ遠いな、まあでもやれんことはない距離ですね。なるほど。で、なんやったら今度近鉄弥富駅の方に行ってみて、近鉄弥富駅の方が簡単そうやったら、そのまま近鉄弥富駅の企画にしてしまって、あれやったらもうこのまま JR のここの部分をねビシッと切り取って、もうこの JR の弥富駅から始めましたよっていう体にしてしまえばいいわけですからね。なんて便利なんでしょう、編集ね。でもこの駅はあれですね、バリアフリーの場の字もないんで、一応こっちの名鉄の方とか奥の方に乗ろうと思うとちょっと大変ですね。で、なぜかあれなんですね、ここの自販出機はTKJ とか東海交通事業の自販機になってるんですけど、これあの城西線でしたっけ、あっちの勝川の方走ってるね。次に1番線から発車します列車は、あれの事業者がやってるんですね。普通列車亀山行きです。次ですね。そしてこっちのホームがない。この列車は4両編成です。この列車は各駅に停車します。そうですね、ここに書いてあるんですね、弥富駅はトイカ、天中などの交通キャッシュカードで、名鉄線を利用する全てのお客様は IC 乗り換え改札機にタッチが必要です。だからこの駅で降りる場合でも改札にタッチしてからピッてしないといけないよっていうことですね。これあの桑名とかあっちとちょっと大きく違うところですんで、ここは気をつけた方がいいですよね。さあ、そろそろ来るかな。
黄色い点字ブロックの内側までお下がりください。この列車は状況編成です。この列車は各駅に停車します。また戻ってきましたよ、桑名駅ってことでね。あれなんですね、これ名古屋から亀山に向かってく普通列車なんですけど、快速名対比するために1番線でも2番線でもなくこの1番線のところのやつをねずっと走っていくはずやのに、わざわざこっちまで対比するんですね。それも面白いですね。さあ、ってことでね、まあ、今回は無事ね、まあ、いろいろと迷いながらもね、無事ね、三河一宮から尾張一宮にも行きましたし、でね、まあいいですよね、たまにはこういうのもありですよね。まあ、ね、ぶっちゃけたことを言っとくと、所要時間で言ったら、名古屋からね、特急で名古屋に抜けて、で、名古屋から、そのまま特急なり快速名なりね、近鉄急行なり使って、桑名来た方が全然早いです。20分か30分ぐらい早いはずなんですけど、まあまあまあ、たまにはこういうような、ね、移動手段してもいいじゃないですか。ね、値段はどうなのかな。あそこは500円でしたでしょ。大事なのは今500円で300円なんですよ。向こう300円。これ200円マージンなんで、これ、降りた価格が、差額が200円以上あったら、雇み名古屋間でね、これは全然こっちワンチャンありなんですよね。でこんな感じでね、快速組はこっちに入ってきますよと。あとはこれでいくらかですよね。で降りて、おうおうおう、で乗り換えでピッとしたら、これ200円か、200円なんや。やとしたら名古屋まではいくら、350円ですから、150円差ですから、うん、どう考えてもやっぱり名古屋から行った方がいいですね、うん、これあの770円ってなってるんで、500円 に、200円やったら直接乗っていくと、あれワンチャン、あれあっちのルートでもの方が安いんちゃうのって感じがするかもしれませんけど、今大事なのはこれ350円でしょ。で名古屋から一宮は300円なんですよ。ですから650円できるんですよね。名古屋で途中下車すれば120円も変わるんや、ね、大きいですよね。そうするとこっちに行った方が安いよねっていう、裏がなかなか普通にこの運転表だけを見てると、気づきにくいところなんですけど、そういうね、裏技も潜んでますんでね。まあこれ名古屋駅が起点になって、そういった料金出しになって、だからこれ、一つ先の小道橋になって、急に510円になかったでしょ。ね。っていうことなんです。この辺りとかはね、うまいこと使うと、まだね、お得に列車も乗れますからね、どんどんそういう風に使っていっていただいたらいいんじゃないかなと思います。ちなみに、お得な切符とかね、こんな感じでいろいろと、あれ、もうこれ買えるの？特段利用回数券とかも買えるんだ、ここで。へえ、便利ですね。あ、配管とかにも予約も出てるんですね。へえ、よいしょ、すいません、見るだけで冷やかして申し訳ないですけど、こういうのを買いますよということでね、まあお得に使う方法結構参考になったんやないかなと思いますのでね、よかったらまたね、チャンネル登録とかね、なんかいろいろとね、コメントとかね、いただければ幸いでございますということでね、まあ、こんなところにダイニングの店も出来上がってますね。いいですね。ということで、とりあえず今回はね、もう桑名に車が止めてありますんで、
このまま終わらせていただきたいと思いますよ。ご視聴ありがとうございました。